MGM-5 コーポラル MGM-5 コーポラル MGM-5 コーポラルはアメリカ合衆国が開発した短距離弾道ミサイルであるコーポラルはアメリカで初めて正式採用された核弾頭搭載の誘導兵器でありアメリカ陸軍のほかイギリス陸軍でも運用された75回りの射程を持ち核弾頭または高性能作薬弾頭を搭載することができた 開発は、ファイアストンタイヤラバー社、ギルフィランブラザーズ社、ダグラスヤクラフト社及び、カリフォルニア工科大学にあった初期のジェット、推進研究所の協力のもと、アメリカ陸軍によって行われ、有事の際に、ヨーロッパ地域で使用する、戦術核ミサイルとして設計された。1964年まで、第一線に配備されており、固体燃料ロケットを用いた、 MGM-29 サージェントミサイルシステムによって更新された。当初の正式名称は SSMG-17 であったが、後に SSMA-17 に改められ、アメリカ陸軍では M2 と呼ばれていた。さらに、1962年に新たに制定された命名規則によって、最終的に MGM-5 と解消された。アメリカ軍は、 第二次世界大戦中より長距離誘導ミサイルを研究していたが、その結果ははかばかしいものではなかった。開発が大きく進展したのは、大戦後のことであり、コーポーラルはアメリカ合衆国がドイツの部位にロケット計画から得た技術的な経験と、専門技術を活かして、ニューメキシコ州のホワイトサンズ性能試験場において開発されたものである。詳細は、プライベートを、 参照1944年5月にカリフォルニア工科大学で開始されたオードセット計画はアメリカ陸軍武器化がまとめた初の誘導ミサイル計画でありその後間もなくジェット推進研究所が組織された同年5月22日に長射程ミサイルを目的とする研究開発の仮契約があり正式契約はその1ヶ月後の6月22日にあった開発は センマナブ学森が指揮した。1944年11月には、コーポラルの研究、弾道を含む、理論上の計算及びその図面は型になり始め、同年12月には、最初の試験ロケットであるプライベート A が、カリフォルニア州、リーチスプリングスのリーチレークで発射された。プライベート A は、アメリカ初の多段式ロケットであったが、未熟なものであった。 1945年の2月から4月にかけて、プライベート A 及び F ロケットは超音速風洞実験を受け、同年4月にプライベート F が打ち上げられた。プライベート F は、翼を持つ弾道ミサイルが飛翔中に安定性を維持するために誘導装置が必要であることを証明した WAC コーポーラルの傍らでポーズを取る JPL の責任者フランク J マリナ。 戦術ミサイルのコーポラルが14メートル近くあるのに、対し、WAC コーポラルは、かなり小型であることがわかる。詳細は、RTVG-1 を参照コーポラルの名を持つ、最初のロケットは、気象観測用の WAC コーポラル、ロケットであった。事前に WAC コーポラルのブースターとなる、タイニーテムロケットの死者が1945年9月26日に、 実施され、ホワイトサンズ性能試験場での初のロケット発射実験となった。WAC コーポラル A は改良を加えたタイニーティムを用いており、1945年10月1日に初めて打ち上げられ、約23万フィートの高度に達した。これがアメリカの国家予算で開発された初めての液体燃料ロケットであった。WAC コーポラル A は、 動作そのものは失敗したものの、観測データを持ち帰るためにノーズコーンを切り離して、帰還させるシステムを初めて搭載していた。WAC Corporal は、後の1947年に RTVG-1 と命名されている。続く WAC Corporal-B は、軽量化された新設計のロケットモーターを搭載し、酸化剤と燃料によるバースとダイヤフラムを備えており、 1946年12月に行われた WAC コーポラルの第12回目の実験で初めて打ち上げられた。後に RTVG-4 バンパーと呼ばれた研究用の二段式ロケットにも用いられ、発揮が1948年から1950年の試験のために使用された RTVG-4 においてはドイツから接収された V2 ロケットを第一段に WAC コーポラル b は第2弾に乗せられていたバーストダイアフラムは WAC コーポラル b とパンパーの実験でその価値を証明され地対地弾道ミサイルとしてのコーポラルの開発とその実戦配備を通して継続して使われていくことになった。戦術弾道ミサイルとしてのコーポラルの直接の前身は RTVG-2 c o r p o r e 地対地ミサイル試験機であった。 1945年1月2日に大水力、ロケットモーター地上燃焼試験ステーションと、その関連施設の設立が承認され、カリフォルニア州ミューロックに建設された。そこで1945年の終わりにアメリカで設計され、製造された初の大水力、ロケットモーター、すなわちコーポーラルの2万 LBF のロケットモーターが、試験された。コーポーラル E は、 1947年5月22日に、初飛行、到達距離 102km、高度約 39,300m を記録し、地対地誘導弾道ミサイルの製造、飛翔及び誘導の基礎的な要素を評価するために、使われた。ヘルメス計画が作戦用ミサイルに至るまでにさらに、多くの時間を必要としたため、コーポラル E を戦術核装備の弾道ミサイルへ、 発展させることが1950年12月に承認され SSMG-17 コーポラルと命名された。1951年にアメリカ軍のミサイル命名規則がわずかに変わったため RTVG-2 と SSMG-17 はそれぞれ RVA-2 と SSMA-17 に解消されたが RVA-2 故障はそれと ほぼ同時に廃止され、コーポラルのすべての試作ミサイルは XSSMA-17 と呼ばれていた。コーポラルの主契約者はジェット推進研究所であり、初期のコーポラルイ、e、ミサイルをダグラスエアクラフトが研究試作として1949年に7機、後にさらに20機、合計27機を製造した。しかし、1951年1月にコーポラルの 開発に関する権限が陸軍武器下からレッドストーン兵器省のアメリカ陸軍弾道ミサイル局に移譲された後作戦用ミサイル200機の製造契約は1951年6月29日にファイアストーンに与えられたコーポラルアイとも呼ばれていた SSMA-17 コーポラルは1952年8月に初飛行し1954年4月に 陸軍初のコーポラル部隊はそのミサイルで訓練を開始した。また、それは戦術誘導ミサイル XM2 に指定された。SSMA-17 は W7 核分裂弾頭を搭載していた。アメリカ空軍宇宙とミサイルの博物館に展示されているコーポラルミサイル。最前線配備の核兵器であったにもかかわらず、コーポラルミサイルは 低い信頼性と精度の悪さのために評判が悪かった。コーポラルは赤炎症酸とヒドラジンを推進剤とする JPL 開発の液体燃料ロケットを使用したが、酸化剤の赤炎症酸は非常に有毒で腐食性がある物質であり、推進剤の重点は危険なプロセスであった。このため、発射の直前に成功で時間のかかる準備を必要としたことから、 その戦術的な即応性が疑問視されていた。誘導には、第二次対戦機のレーダーシステム SCR-584 を回収した、アン、m p q 1 2を使用し、これによって、コーポラルの弾道と速度を監視し、誘導指令を送信した。この誘導システムは、非常に複雑で整備が難しく、その上、外部からの誘導指令を必要とする方式のために、 原子妨害に対する耐性が低かった。これらの問題により、コーポラルミサイルシステムの信頼性は50%未満であった。さらに、コーポラル大体はおよそ35台の車両からなった。ため、移動がまず大仕事であった。発射サイトに到着した後、最初のミサイルを発射準備が整うまでにおよそ9時間も要した。コーポラル I に代わって開発された、コーポラル2 e IIB はシステムの信頼性が幾分改善したが液体燃料、ロケットモーターを用いていることによる危険性や即応性などのコーポラルの根本的な問題は残った。コーポラルミサイル1945年10月11日にテキサス州フォートブリスで第一誘導ミサイル大隊が編成され1947年4月に同大隊 D 中隊が ミサイルの発射作業を全員兵士で実施し、WAC コーポラル B を発射した。その後、1952年3月に、初の弾道ミサイル部隊である3つのコーポラル、大隊が編成され、6個大隊まで増やされた。各大隊は2個発射中隊で構成され、これらの部隊の装備として465機のコーポラル2の調達が国防総省で承認された。また、 1955年2月にアメリカ陸軍の第259コーポーラル大隊及び第96直接支援中隊がヨーロッパに配備され計6個大隊が配備された。第259コーポーラル大隊は当初コーポーラル I を装備していたが1956年4月にコーポーラル2に換装している。1954年の後半に アメリカ合衆国とイギリスの間で合意に達し、アメリカ合衆国がイギリスに113機のコーポラル、イーヤミサイル及び関連する地上機材を提供することに同意した。これらのコーポラルイーヤは1955年4月に実際に提供され、アメリカ軍以外の軍隊によって運用されるべく、アメリカ国外で任務に就くことになる最初のアメリカ製誘導ミサイルとなった。その後、 スコットランドのサウスウィスト島に1957年から1958年に作られた特別王立砲兵ロケット実験場に配置されたイギリスとドイツのコーポラル代替による死者が1959年に行われた死者の最初の年の成功率はわずか46%でありドイツでのコーポラルの作戦運用での実戦効果について 軍関係の計画者の間で疑問を生じさせた惨憺たる記録であった。アメリカ陸軍は当初、さらに改良した誘導装置を持つコーポラル3を開発する予定であったが、より先進の MGM-29 サージェントの開発が進展したため、この計画は1958年にキャンセルされた。1958年から1959年の間に、 コーポラル IIB が製造されたが、サージェントが1962年に配備された後、コーポラルは迅速に排除され、1963年3月31日にヨーロッパ配備のコーポラル大隊が最初に活動を停止し、最後のコーポラル大隊が1964年6月25日に解散したことにより、コーポラルはその運用を終えた。百六十三年に、 MGM-5A となるコーポラル2は SSMA-17 コーポラル I を改善したものであった。1953年に JPL はコーポラルの信頼性改善をはじめ新型のドップラーユニットを含むレーダー無線装置を開発したミサイル発射機エレクターと維持を提供しているプラットフォームも再設計された。コーポラル2ミサイルは最初は XSSMA-17A と呼ばれていたが、後に XM2E1 となった。配備は1956年から始まり、すべてのコーポラル I はコーポラル2に迅速に更新された。また、コーポラルミサイルは誘導ミサイル M2 に指定された。コーポラルイ i a は1957年に導入され、誘導装置が改良された。システムの電子装置の多くを変更したが、 ミサイルの外形に変化はなかった。1958年からのコーポーラル IIB は、信頼性の低い内蔵バッテリーの代わりに、空気タービン交流発電機とミサイルをより早く、セットアップするために、簡単に取り外せるフィンを持っていた。コーポーラル IIB は、M2A1 に指定され、後の1963年に、MGM-5B となる、出展、デシグネション、システムズ、ネットハット、 チャーンズソン、サイエンティストパイオニアオブチャイナ、エスミサイルスペースプログラムズ、インデペンデント。2017年6月2日閲覧、ペラット、ブラッドリー、チャーンズソン、レードファンデーション4スペースライズインチャイナ。アビエーションウィークスペーステクノロジー。2011年5月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年6月2日閲覧、パーシュ。 アンドレアス MGM-5 Directory of US Military Rockets and Missiles Designation Systems Net 2007年6月16日閲覧ありがとうございます。